こんにちは、ロンゲです。坊主でございます。はい、今回なんですけども、先生が最近アビバで購入したものを紹介していたので、それを見て、あ、俺も買ってるわと。下北、高円寺、吉祥寺持ってますから、いくつか買ったものがあるので、サクッと紹介できればと思います。うん、はい、1本目、うん、パンツですね。コットンリネンパンツでございます。先生、これフリーマンズスポーティングクラブですよ。お、懐かしいね。懐かしいですね。ニューヨークの私たちが住んでいた時にたまに行っていたレストランがあって、それがフリーマンズっていうんですけど、うん、リビングトンストリートにあったのかな、確か。 そこですごい美味しいレストランで、そうだね、でそこちょっと隠れ家的なレストランっていうか、小道を入っていくレストランなんですけど、その手前にフリーマンズスポーティングクラブって言って、まあ、雑貨だとかこういった、まあ、アパレルもスーツとか置いてたような、そうそうそう、お店だよね。でバーバーとかもあったし、確かバーバーと洋服屋が隣接しているというか、同じ空間の中にあるっていう、うん、ニューヨークの、まあ、紳士の社交場、そうだ、ね、みたいな場所があって、それがフリーマンズスポーティングクラブって言って、あの記憶が蘇ってきまして、下北で、はい、古着屋に行ってパーって見てて、うーん、おやと思って、おやと思ってこれ見た時、はい、フリーマンズスポーティングクラブやと思って、ボタンとかもなかったのよ。欲しかったっていうか、あの時は手が届かなかったのにみたいな、でテンション上がって、で試着してみて、サイズバッチリで、うん、まあ、ボタンは自分で買ってつけりゃいいやと思って、はいはいはい、つけたんですよ。普通にこのなんでコットンリネンなんで涼しい、うん、裏地とかもないんだね。裏地とかもないね、うん、白いパンツ、淡い色のパンツを結構探していて、っていうのも装いが変化して、黒の靴だとか例えば着火の靴だとかで、うん、結構足元が抑えめのトーンになったので、どっかで色を抜きたいなと思ったわけですよ、私は。今までだったら、まあ、グレー黒でボリスのスニーカーとかで色を抜いてたんだけど、色を抜いて真っ黒にならない、のぺっとした感じにならないように、どっかにメリハリをこうつけてたんだけど、自分で靴作るようになって、今のところ黒でダークブラウンの着火で、もう一つのスリッポンがおそらく黒に近いダークブラウンになる予定なんだけど、そうするとどっかで抜きたいなと思って、でパンツで淡い色をこう差し色にすることで軽さが出るかなと思って、うん、それでずっと探してて、で下北やら高円寺やらいろいろ回ってて、見つけたのがこのフリーマンズスポーティングクラブでございますね。あ、色味も真っ白の明るい綺麗な感じじゃないっていうのが、まあ、合わせやすそうでいい、ね、でもすでに結構汚れとかもついてて、逆にいいかなと。自然についていく汚れだとかシワだとか、リネンが入ってるから自分こういろいろとシワが入ってくると思うんだけど、それも洗いもかけて徐々にいろんな色も乗ってきて、いい経年変化するんじゃないかなと思って購入しましたね。思い出も蘇るいい一本でございました。確かに、うんうん、シルエットもすごく綺麗で夏に履きたいですね。はい、2本目はヘルムートラングのパンツでございます、ね。うん、あ、これラングなんだ。先ほど話したように、ちょっと淡い色、少しオフホワイト、もしくはグレーがかった淡い色のパンツを探していて、うん、でこれは高円寺で見つけたものですね。高円寺ブランド古着屋さんみたいなところ。そう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 、それでいろいろ探してて、おやと思って、うん、おいいぞって思って、あ、ラングなんだと思って、で別にこれ本人気とか全然じゃないと思うんだけど、でもこのテクスチャーがちょっと硬めの、例えるならちょっとなんか石っぽい、なんかこう風合いといいますか、うん、ちょっと生地感も厚めで力強く履けるかなと思っていて、奥行きがある白というか、そうだね、そうそうそう、ちょっとシルバーっぽくも見えるような、そう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 、でその生地感がすごい好きで、でちょっとパリッとしてるので、真夏っていうよりは、まあ、春とかにこう、あの着火ブーツとともにちょっとカチッとした感じで履こうかなと思っていますね。生地感も厚いから、まあ、ジャケットとかブルゾンとかでバランスを合わせる感じでございますね。ちょっと固めなので、それ相応の例えば厚めのニットとかでもバランスが取れるかと思うね。コットンリネンだとちょっとニットとかだと少し合わないかなと思うんだけど、これはこれで合わせようかなと思いますね。うんうん、またまたパンツ、はい、3本目パンツ多いな、パンツ祭りです、ね、淡い色のパンツ3本目、こちらは WRL でございます。 WRL だ。そう、これは吉祥寺のクライミーっていう古着屋さんで見つけて、そうすごく品揃えも良くて、店長さんがいい人で、接客もあって購入した
パンツかな、おそらく多分90年代のダブルアルなんですけども、かなり着古されてダメージがところどころにもう蓄積されていて、でもう少し丈長くていい感じの当たりが出てたんですけども、さすがにこのままで履けないってことでちょっと丈詰めしたんだけど、いい具合の色落ち感でこれはただもんじゃないぞと思って、こう試着室から出た時のもう店長さんとのこのお互い買うべきだなと思ってる時のテンションの流れが分かる、めっちゃ笑顔で、いいっすねってなって、俺もいいっすよねってこのなんか久々にこう、はいはいはい、あるよね、そういう時、そういうモーメントがあって、あるじゃん買うって分かってるのにちょっとなんかこう鏡の前でどうしようかなっていう感じね。でもすごい色落ち綺麗で、ところどころにまだブルーも残ってて、でおそらくまあ前のオーナーさんも長く履いてただろうから、私も長く履いていきたいなと思う WRL のパンツでございますね。まあ、爽やかに着ていきたいかなと思いますね。まあ、着火でも合うだろうし、ロパでも合うだろうし、あの本当にいい接客を受けて、まあ対面っていいなと思った瞬間でございました、ね。お店長さんとこうやってこれやってないけど、すげえ想像できるわ。これやってないけど、そうやってそういう感じ。なんかアメリカブランド買い漁っとるな。ああ、そっか、ラングもそうだもんね。そうだよね、ラングもそうだ、フリーマンズもそうだもんね。フリーマンズもそうだ、うん、だからもうイタリアじゃないんですね。イタリアではないんだ。いや、もう両宮本ですから。両宮本で。なるほどね、うん、はい、では4着目、ブリオーニスポーツのブリオーニスポーツシャツでございます。しかもスポーツっていうラインがあるんだ。あるんですね、私あんま知らなかったけど、この色合いがすごい柔らかくて淡い色のパンツとかともすごい相性いいかなと思って、うん、これクブ丈なんですよ。なんかクブ丈、そうなんだ。そうそう、なんかだからちょっとなんか丈のバランスが違うなと思って、なんか珍しいなとも思ったのもあるんだけど、うん、そうだよね、でなんかおそらくなんだけど、クブ丈のシャツってもうまくる前提でこう、はいはいはい、ここが多分すっきり見せる。あ、これは軽やかで非常にいいなと思って、しかもこのポケットの位置もちょっとなんか低いよね。ちょっと低めですね、うん、なんかバランスがだからちょっと面白いなって思うね。そうそうそう、で全体的にここもなんかこうちゃんと柄合わせされてて、この襟も柄合わせされてて、で 首元まで留めたらすごい綺麗にストーンと落ちてる感じで、縦のラインがすごい綺麗に見えるなと思って、うん、かつ柔らかい生地だから首丈で腕周りもすっきり見せれて、うん、いろんなものとの相性がいいかなと思って、重ね着するにはまたちょっといろいろ考えないといけないんだけども、うん、まあ、下 T シャツとかでザクッと爽やかに羽織るんだったら、このブルーも入ってて、ブラウンもちょっと入ってて、ね、ブリオーニスポーツでちょっとまたイタリアに帰ってそう、ね、アメリカとか行ってたけど、そう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 、ここはイタリア、うん、でもちょっとなんかボクシーな感じで、あの、そうなんだよね、うんうんうん、それを買いましたね。これはわりかし使えるかなと思います。春先とかかな、あったかい雰囲気になる色味かなと思って、なるほどね、購入しました、ね、なんか丈はちょっと気持ち長いのかな。うん、ちょっと長いかも。そうだよね、まあ袖が短いからそう見えるかもしれない。あ、確かにそういうこともあるのか。柔らかいお色で非常に使い勝手がいいかなと思いますね。ボタンダウンのシャツがなんか前のベストバイの時からも含めてめっちゃ増えてる、うんうんうん、増えてるね、うんうんうん、なんか今までは T シャツと か、うん、なんかまあニットとかやっぱ装いが徐々に変化して、いやでもやっぱ靴だね、もう靴で全部変わったね、俺足元からこうどん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 変わっていった感じがあって、それがまあ自然と今の装いに変化されてるかなと思うね、うん、まあ、そうだよね。なんかだから俺も多分それが、うん、まあ、今日今普通に T シャツみたいなの着てるけど、基本的にやっぱボタンダウンシャツが多い理由はもしかしたらスニーカーとかそういうの俺履かないからさ、うん、だからかもしれないね、うん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 、アイテム5個目ちょっと番外編になるんですけども、私が靴作りを行っているベースワークさんで作ったベルトでございます ね、ね、そう、すごい綺麗なヌメ革でベジタブルタンニングのカウレザーを、両面鏡面で貼り合わせて、で手縫いをして作ったものですね。まあ、この金具とかレザーは、まあ、ベースワークスさんが用意してくださって、まあ、それの材料費を払ったので、まあ、最近買ったなということして、はいはいはい、これで1万円ぐらいかな。いい匂いするよ、レザーの匂いだね、うん、ああ確かにまだ新しいレザーの匂いする。そう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 、うん、でこれヌメ革なんでどん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 色が濃くなっていって色も際立ってくるかなと思うね。これ手縫いなの？私が手縫いしました、うん、二度とやりたくないです。それは大変だよね。びっくりした、こんなに大変かと思ったもん。まあミシンであれば一瞬で終わるんだけど、うん、3時間ひたすら。そうだよね、そう、穴が1個なんだね。
そうそう、穴が1個なんです。あの、うん、これは私 の、 あの制約みたいなもんですよ。自分で作るならいいのはもう決め打ちで、本当に確かにここがベストってやったところをもう1個開けて使えるようになるから、もう体型がこれから変わりようがないっていうか、そう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 、これ以上太ったら自分への戒めになるし、これより痩せて穴が2つになったらそれはそれでいいですよね。そう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 、1個でミニマルな、うん、ベースワークスさんの先生にこれ穴1個でいいんですよって言われた時に、ああなんかすげえ贅沢って、もう既製品では絶対にありえない作りだから、確かに1個でもう決め打ちでトンってやって、あなた の、 あのベルトになるんですよって言われて、うん、あーなんかすげえ贅沢なことしてると思ったもんね。確かにそうだね、グッときたもん俺、なんかそれ聞いた時に。それは確かにあるな、うん、面白いね。そうそうそう、デザイン的にはシンプルなんだけども、まあ普通にいろいろ選べるんだけど、もちろんこれがこうあの剣みたいになってるやつのものとかあるんだけど、うんうん、俺なんかスパッと切ってで手縫いやってっていう、なんやらかんやら手縫いで3時間もろもろカットで3時間多分10時間ぐらいかかった、うん、なんやらかんやら、まあ選ぶところからなんだけど、でもこれは一生もんですよ。確かになんかベルトって、俺ももうこのブレスのこのベルト、うん、もう一生してるけど、うん、何年もう10年以上多分してると思うんだけど、うん、新しくするきっかけがあまりないっていうか、うん、分かる、そうだ、毎日というかパンツ履くときはつけるけど、うんうん、優先順位があまり今のところ確かに高くなかったなと思って、1本もしくは黒と、まあ、もしかしたらブラウン系のものが一本一本ずつあるといいかなと思って、うん、俺はブラウン系を今回作って、次黒作るかって言ったらしんどいね、あの 3時間の地獄の手縫いがあるからそうだよね、そう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 、ミシンであれば一発なんだけど、そうだ、ね、風合いも変わってくるから、おそらくもし次作るんだったらまた手縫いでやると思うんだけど、まあ、手縫いの方が結局丈夫だしね。そう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 、うん、これはタフですよ。タフだけど色合いとその細さがうまいことバランス取れてる一品かなと思います、うん、これは私はお気に入りですね、うん、はい、番外編2個目2個目またあのベースワークさん作った、はい、シューホーン入れなんですけど、あ、なるほどね、シューホーン以前私たちが撮った普段何を持ち歩いてますかっていう中の一つに私このシューホーンがあるんですけど、こうやって使うやつ、うん、で、もともとメルカリで見つけてケースがあったんだけど、もうボロボロになっててすぐ穴開いちゃってすぐ破れちゃって、うん、で、まあその原型があるからそのパターンさえあればもう作り方はすごい単純だから、そう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 、それ作ろうと思って、で、ベースワークさんに全部あの機材揃ってるからレザーだけ調達しようと思ってベースワークさんで用意もできるんだけど、なんかいろいろレザークラフトの YouTube とか見てて、素人の方へのおすすめアドバイスみたいな、なんか海外のやつで見たんだけど、あのアンティークショップとかリサイクルショップとか行ってレザーのバッグとかレザーのスーツケースとか、それが500円とか1000円とか、まあ、5ドル10ドルとかで売ってるところ見つけたら、それ買って糸全部ほどいて、なるほどね、そう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 、そしたら原材料が高くなっている昨今レザーもすごく高くなってるじゃん、その自分の練習のためになんかこうレザーをもしかしたら無駄遣いしちゃうかもしれないっていう考えがある人へのおすすめが、リサイクルショップ行ってレザーバッグとかレザースーツケースとか、うん、できるだけ多く取れるものを、なるほど、そうそうそう、だから俺これ正直色とかで選んでなくて、そこにあったのよ、キーキーにしてるリサイクルショップがあるんですけど、あなたは多分知らないと思うけど、私は分かんないな、そうそうそうそれで800円ぐらいかな、800円ぐらいのレザーバッグがあって、でこれでいいじゃんって、で全部ほどいて、で割かしねこれぐらい取れたかな、これぐらい、何やらかいな、これぐらい取れて、でやっぱりパターンをそのまま引くか、それともちょっとアレンジ加えるかでいろいろ実験して、結局これ本当に最後の最後だったね。あ、そうなんだ。そう、最後の最後、何やらかんやらパターンミスったりだとか、こう実際に作ってみたら入らなかったりだとか、いろいろあって、で結局最後の最後にこれができた。おそらくこれも徐々に破れてくるんだと思うんだけど、まあミシンさえありゃバーってすぐ作れるから、もしレザークラフトに興味のある方、意外と古着屋とかじゃなくてリサイクルショップ、誰も買わないようなレザーバッグとかレザーのトランクとかあるから、レザーを無駄にすることにちょっとひいき目があるんだったら、こういうリサイクルショップでレザーを調達することもできますよ、ちょっとカルマフリーみたいな、買ってはない、あ、買って800円だ、そうね、800円です、800円プラス私 の、 あの作った、うんうん、時間でございますね。ということで今回は私の、最近買ったもの特選でございました、これからも何かちょこちょこ買ったら手軽に紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで今回のロンゲット坊主のセントオブザデイお願いします。こちらの
イーストワールドパルファンの1828という香りを選んでみました、うんうんうん。まあ、なんで今回この香りを選んだかっていうと、さっきりょうくんが1本目のパンツで紹介してたフリーマンズスポーティングクラブ、まあ、そこってバーバーが併設されてるっていうことで、うん、まあ、この香りはちょっとそのバーバーとかの整髪料とかを思わせるようなちょっと紳士的な香りかなということで、今回はこちらの香りをね選んでみました。これね、意外とね、僕は普段あまりつける香りではないんですけど、ただめちゃくちゃ好き。これはわかる。奥にバーバーの感じがある。バーバーっぽい、ちょっとメンズっぽい雰囲気。ちょっと整髪料とかが混じった、おそらくシェービングクリームとかの匂いだとか湯気だとか、そのバーバーにこう立ち込める香りの。バーバーっぽい香りっていうのは香水の中でもフゼア系って呼ばれるカテゴリーがあって、フゼア系のキーワードとしてはラベンダーとかオークモスっていうものが使われてたりするんだけど、うんうん、これはね、うん、そこは使われてないんだけど、うんうん、そういうカテゴリーに属するようなちょっとメンズライクな香り、うん、清潔感があって、うん、ちょっとすっきりした、そうだね、シトラスとか、ね、ユーカリとかも入ってる、ちょっとスーッとするような、ね、うん、雰囲気。さっき話したフリーマンズのバーバーみたいなイメージかなっていう。ちょっとわかる。そうそうそう、なんかヘアカットしてもらって、うん、ヒゲ剃りもしてもらって、さっぱりした後の香りって感じ、ね、こう街に繰り出してる感じが、うん、そうなんですよ、うん、スーツとか、うん、カチッと着る感じにもすごく似合う香りだと思うんで、うん、その仕事用の香りとかでも、うん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 、男性とかにはおすすめできるうんうん、香りかなと思いますね。いいですね。こうなんかスリックバックのこうなんかこう決めた感じの、わかるしよその感じ。オイルヘアジェルでこう、うん、アフターシェイブみたいな、うん、そのパパパってこうつけるような、ね、うん、結構男臭い匂いがしますね。そんなイメージあるよね、うん、なんで僕も結構これでもスーッとする感じとかで、夏場とか、うん、ちょっと暑い雰囲気の時とかにはすごくつけたくなる香りかなと思いますね、うん、いいね。あ、渡るくんこれつけてたらちょっと違うね。なんか全然イメージ違うでしょ。イメージ違う、うんうん、でもなんかそういうのが楽しめるのが香水でいいのかなと思うんだよね。全然洋服とは違うけど、うん、香りは違うイメージの香りみたいなので、うん、二面性を出せるみたいな、自分のスタイリングを、香りも含めの、なぜかの香りによって服装を変えるっていうのもありかもしれないですね、うんうん、そうそうそう。いい、今回は1828をご紹介いたしました、うんうん、あ、すごいいい香りだった。ありがとうございます。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。またね。